小林誠也と安田雅史のはじめの2分。皆さんこんばんは、小林誠也です。今回も僕らの番組を聞いていただきましてありがとうございます。安田雅史です。そろそろ梅雨の季節が終わりまして、はい、このちょうど1学期末とかそれぐらいなんじゃないですか ね、 学校行ってらっしゃる方は時期的には、はい、そうですよね。この時期、そう、1学期末だって期末テストってありませんでした？そうですね、あります。期末考査ってやつ、はい、いやもうあれ僕いつも勉強しないでやってたんですよね。すごいですね。はい、なんかこう僕数学が結構得意だったんで、はい、はい、なんかこうノートを見返して公式を思い出したらもうそのままやっちゃうみたいな。あ、なんかなんでテスト勉強をした記憶がないので。すごいですね。いやすごいというかそれで点数取れるんですか？いや取れてたんですよね。いや安田さんはなんか勉強とかって？僕が一番覚えているのは、はい、テストの3日前ぐらいに部活がもう完全になくして、はい、テスト勉強しなさいってその顧問の先生から言われるんですけれど、はい、まあ、そこからテスト勉強しようっていう話になるんですけど、はい、まあ、3日間のうち2日間はもう寝て遊んでみたいな感じのして部活がない分で前日になって慌ててやるっていうもう典型的な典型的なですよね、一夜漬けタイプですね本当になるほど。で僕の学校はテストやったら、はい、午前中テストやって、はい、午後はもう下校っていう感じで、あ、はい、まあ、帰ってそこから結構時間があるんで、あ、だから次の日 の、 そのテスト勉強もできるっていう、そうなんです。だから2日間は遊ぶ寝るまあ日頃の疲れを癒しつつ1日でガッチリ勉強する。そうです。そこで、まあ、僕の言い訳的には集中力を貯めるみたいな感じ。なるほど、はい、勉強のためのという、まあ、はい、もうこういう感じでした僕は。やっぱ人それぞれなんですかね。そうですね。皆さんどうなんでしょうか。はい、はい、それでは改めましてこの番組はじめの2分パーソナリティを務めさせていただきます私小林誠也の自己紹介をさせていただきますと、1996年熊本県生まれで現在俳優として勉強中です。いろんな番組、CM などのエキストラに参加のほか、上演作品の DVD ジャケットデザインを担当させていただいたりと、役者以外にもいろいろとパフォーマーとしてチャレンジさせていただいております。将来はできれば幅広く、いろんな分野でマルチに活動したいと頑張っております。私、安田雅史も1996年生まれで栃木県出身です。高校までは野球一筋で頑張ってまいりましたが、まあ、現在は小林さんと同じようにエキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。将来は俳優として皆さんの記憶に残るシーンに一作品でも多く出演していきたいと思っております。今回もどうかリスナーの皆様の温かいそして広いお心で僕らの番組を聞いていただきますようお願いいたします。僕たち2人でより多くの方に聞いていただけるよう頑張ってまいります。それでは最初のコーナーはマー君ジャスト50の一人旅のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして指定する目的駅に向かって必ずジャスト50駅で田端に帰ってくる、はい、そのような往復ジャスト50駅、そうですね、往復ジャスト50駅で田端に帰ってくる、そのような生き方をご紹介させていただくというコーナーです、はい、ちなみにちょうど50駅にするために行きと帰りのルートは変えることもありますことご容赦ください、はい、今回は伊豆急下田駅に行ってまいりました、はい、なぜ今回この場所を選んだかと言いますと、はい、もう7月に入り夏真っ只中です、はい、夏といえば海と思ってしまったので今回は伊豆方面まで足を伸ばしました。なるほどです、はい、そしてルート説明の際詳しく説明しますが、はい、今回も特急に乗っていきました、はい、というよりも特急に乗らないとなかなかジャスト50は成立しないエリアだったのと、はい、まあ、実は今回の乗車したスーパービュー踊り子号は以前から乗ってみたかった電車なんです、はい、まあ、それではルート説明の前に、はい、伊豆急下田駅がどのような駅か説明しますと、はい、開業は1961年昭和36年12月10日です、はい、伊豆急行の駅ですが、はい、JR 東日本の特急踊り子号スーパービュー踊り子号伊豆クレイルも停車します、はい、またこの駅がある、
静岡県下田市は200年以上続いた鎖国時代から、はい、あのペリー率いる、黒船来航によって開国へと向かった大きな歴史の舞台でもありました。へー。さて今回のルート説明に移りますが、はい、乗り換え案内アプリを使って調べますと、まず出てくるルートは、はい、山手線を田端駅から山手線に乗りまして、はい、東京駅まで行きます。ここで8駅です。8駅、はい、そこから、スーパービュー踊り子号に乗車して、はい、東京駅から目的地駅の伊豆急下田駅まで、はい、1本で迎えるということで、はい、これで9駅で行けます、はい、で合計しますと17駅というルートです、はい、そしてこの特急を使わずに行くルートはと申しますと、はい、まあ、同じく山手線をに乗って田端駅から上野駅まで行きます、はい、ここで4駅です、はい、そこから JR 快速アクティというものに乗りまして、はい、上野駅から熱海駅まで行きます。お、はい、ここで17駅です、はい、そして JR 伊東線ですね、失礼しました、はい、に乗り換えて熱海駅から目的の伊豆急下田駅まで行きます、はい、ここで20駅です。はい、合計しますと41駅となります。41、はい、そうなんです。まあ、そんな中今回僕が実際に使ったルートはと言いますと、はい、行きは、田端駅から山手線に乗りまして、はい、日暮里駅まで行きます。日暮里、はい、はい、ここで2駅です。はい、そして常磐線 に乗り換えまして、はい、日暮里駅から東京駅まで行きます。はい、ここで2駅です。なるほど。で、はい、そこから先ほどと同じようにスーパービュー踊り子号、はい、特急に乗り換えまして、はい、東京駅から目的地の伊豆急下田駅まで行って9駅で、はい、合計行きは13駅となります。あ、なるほど、はい、はい、そして帰りですが、はい、帰りは同じくスーパービュー踊り子号に乗りまして、はい、伊豆急下田駅から伊東駅まで行きます、はい、ここで下車です。はい、まずでここで5駅です。5駅、そこから JR 伊東線に乗り換えまして、はい、伊東駅から熱海駅まで行きます。お、はい、ここまでで5駅です、はい、そして東海道本線に乗り換えまして熱海駅から東京駅まで行きます、はい、ここで20駅、はい、そして山手線に乗り換えまして東京駅から上野駅まで行きまして、はい、ここで4駅、はい、そして常磐線に乗り換えまして上野駅から日暮里駅まで行きます。ここは1駅ですね、はい、そこからまた山手線に乗り換えまして、また、はい、日暮里駅から田端駅2駅合計37駅、はい、合わせますとジャスト50ということで、はい、伊豆急下田駅も無事ミッション完了いたしました。おめでとうございます。ちなみに伊豆急下田駅は、はい、改札が石章を模した外見をしており、はい、ホームには車輪のモニュメント、はい、駅前に、黒船の模型のサスケ花号や足湯などがあり、はい、駅だけでも、はい、まあ、見て楽しむものがへたくさんあった、はい、楽しめました。そして僕はですね、まあ、ペリーロードと言われる駅から徒歩15分ほどの石畳の道と、はい、まあ、ナマコ壁や、はい、伊豆造りと言われる建物が織りなす風情ある景観も見てまいりました、まあ、残念ながら今回の旅は雨が強く降っており、はい、いろいろ散策する時間も少なく、まあ、帰路についてしまいましたが、はい、晴れた日にもう一度訪れてみたいと思いました、はい、以上今月のマー君ジャスト50の一人旅のコーナーでした。改めまして現在放送中の初めの2分、担当は小林誠也と安田雅史の新人俳優がお送りしております。さて、なんと今回もスペシャルゲストの方をお迎えいたしました、はいはい、人気アイドルグループお掃除アイドルユニット、お掃除ユニット群馬クリアーズのメンバー春名珠樹さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。はい、群馬クリアーズ春ちゃんこと春名珠樹です。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。実は、はい、春名珠樹さんは来週水曜日7月11日から新宿村ライブで始まる舞台降臨ハーツにご出演予定で、こちらの告知も後ほどたっぷりとさせていただくと、していただくということではい、まずは、はい、春名珠樹さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。はい、春名珠樹さんは福島県のご出身で、現在先ほどご紹介させていただきました人気アイドルグループ
お掃除ユニット群馬クリアーズのメンバーでいらっしゃるとともに、女優としても数多くのドラマや舞台、映画などにご出演されておられ、 CM やモデルと新人の僕らにとっては憧れというか、もう本当すごいという言葉でまとめられてしまうほどの存在の方です。そんな春菜珠樹さん、今回は舞台本番前にもかかわらず本当お忙しいところ、僕たちのこの番組のゲストとしてお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。本当にありがとうございます。めっちゃすごい褒めてくれる。いやいやいや、もう事実しか言ってないんで、はい、本当にすごいです。はい、ではまず、小林さんが紹介してくれましたが、はい、お掃除ユニット群馬クリアーズっていうのは、はい、どういったアイドルグループなんでしょうか。お掃除ユニットクリアーズっていうのは、はい、街はみんなのゴミ箱じゃないをキャッチコピーに、うん、ー、はい、あのライブなので歌やダンスを通してお掃除の大切さを伝えているユニットなんです。あ、なるほど、はい、言えた。現在その群馬クリアーズさんは活動はどういった、今ちょうどメンバーが私一人になってしまって、ちょうど今休止中で絶賛メンバーを募集してるところです。なるほどです。募集中ということで、はいはい、ちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、そのお掃除をそのみんなに大切さを伝えていくっていうことで、うんうん、やっぱり学生時代から春菜さん自身はこうお掃除が得意だったりとかしたんですか。うんうーん、お掃除をすることはもともと好きで、あ、好きだったんです。なおかつなんか小さい頃から母が結構あのすごい綺麗好きというか、あ、なんか結構お掃除してる感じの母だったんで、それを見て育ってきたので、あ、人並みには多分得意ですね。なるほど。はい、じゃあそういうことですと、ご自身のお部屋とかはもうピッカピカという、うん、ピッカピカ輝いてますね。やっぱすごい輝いてます。水回りとか陶器とか、あ、水回り今すごい綺麗ですよ。本当ですか。今日朝もう早起きしてあの掃除してきたんですよ。あ、本当ですか。あそこ大変じゃないですか。いやでも水回りはサボると大変になるんですよ。まあそうですよね。なるほど。話を戻しまして、はい、芸能界に入られたきっかけをちょっと教えていただける。きっかけはもともとやっぱり興味があったんですよ、この世界に。でもやっぱりなんかなかなか踏み出しにくくないですか。あ、そうですね、この一歩目が結構難しくて、はい、でちょうど高校3年生の時にこうなんか進路どうするとか芸人で、はい、なんかそのモヤモヤな気分でなんか受験勉強したくないなと思って、はい、あるオーディションを受けたのがきっかけです。あ、オーディションを受けてという形で、はい、そこが芸能界の始まりということで、はい、演技の勉強とかはどこで。なんか本当にちゃんとしたなんかなんだろう、基礎をちゃんと学ぶよみたいなのは、ワークショップだったりみたいなとか、あんまり正直経験がないんですけど、はい、そうです、そうなんですけど、あの舞台とかそういう現場で結構学ばさせていただくことが今は大きいです。実践で学んでいくという。でも確かに現場ってすごい大事ですよね、うん、本当に。あと学ぶ、そうですもんね、うん、実際にやってみてっていうのもありますからね、はい、なるほどです。ではそのアイドル活動としての活動以外に、その先ほどご紹介させていただいたように女優など他の芸能活動もされてらっしゃいますが、ドラマや舞台の現場に行くとそのアイドルのスイッチっていうのはオフにされるんですか、オンにされる。気になりますね。アイドルのなんか結構なんかアイドル、そのアイドルさんとかによってこうキャラクター作ってる方が多いと思うんですけど、そこまで私作ってなくて。あ、そうなんです。だからなんかスイッチって言われても難しいけど、でもやっぱりアイドルの現場、はい、ライブとかだと、はい、やっぱりファンの方がこうやってライブ中にコールとかミックス、わ、はい、かりますか、こういうやつがしてくださるので、やっぱりそれでこうテンションも高くなって、はい、自然とやっぱり変わりますかね。それでちょっと自然にそこでスイッチが入って、なんかテンションも上がるし、あ、ファンの方にも入れてもらう、愛の手のコールだったりで、はい、なる、ありがたいですね。ありがたいです本当に。じゃあアイドルとして普段心がけてらっしゃることなんかありましたら。心がけてることはやっぱりこうアイドル始めてから人に見られることがライブとかで増えたので、なんだろう、どうやったらこうなんかそういう人から見て魅力のある人に見えるかなってところで、髪型だったりメイクだったり、ちっちゃいとこだけど、そういうところを、はい、些細なところからちっちゃいところからやっていこうと思ってます。あ、なるほど、すごいです
ではその些細なことからというのでプライベートについてちょっとお伺いしたいんですけど、はい、そういった点でこう普段時間がある時とか、うんうん、何かそういったところで何かされてるところ時間がある時、はい、そうですね、お休みの時はなんか本当、はい、あのんアウトドアの反対なんだっけ、インドア派なんで本当お家大好き人間だからお家にいるんですよで結構もうあの趣味があの幕末の小説読むことなんですけど、あのひたすら小説読んでますね。そうなんですね、楽しいですよね。でもお家でそういう風に自分の時間を大切にするっていうの大事ですもんね、本当に、はいはい。まあ、僕自身が、まあ、訛りが抜けず、まあ、地方出身のゲストの方が来られた時に、まあ、皆さんにお伺いしてるんですけれど、まあ、春菜さんは福島県出身ということで、まあ、方言や訛りについて、まあ、セリフとか話す時にどういう練習をされているのかなというのが僕の確かにそうです、切実なる正直、はい、なんかこのお仕事を始めてから訛とか結構言われたことがそんなになくて、あ本当ですか、こうきそうあのこそうですね、今のただやっぱりなんか、はい、単語単語で、はい、イントネーションなんかちょっと、はい、言い方が違かったりっていうのは何個か何個かこうあるんで、はい、それをそのために直してこうちょっとメモって注意していくって感じですね。メモを取って直していく、なるほど。僕はどれほどメモを取らなくちゃいけないんだって思っちゃうんですけど、本当にすごいんですよ、なんかメモると覚えてたりしますね。なんかこれ前注意されたなとか、そうですね、そうですよね、形として残りますからね、勉強になります。全然ではここでちょっと春菜さんの将来の夢って、はい、将来の夢、そうですね、私はもともとお芝居をすることが結構好きで、あ、はい、なのでそのまだこう経験は浅いんですけど、舞台とか映像とか、はい、そういったところで素敵なこう魅力のある女優さんになることが、女優さんになるほど、はい、夢ですね。なるほど、魅力のある女優ということで難しいけど、はい、まあ、いやでも、ね、でも本当にそういう風になるのは、まあ、大変かと思いますけど、うん、ぜひ、はい、頑張ってください。応援します。僕何なんだろう。まあ、もう戻しますけど、はい、まあ、冒頭でもご紹介させていただきましたが、うん、まあ、今回の舞台についてお伺いしたいと思いますが、まあ、どういった内容でしょうか。今回の舞台はそのあのアリスインプロジェクトさん、はい、プロジェクトって言いにくいですよね。プロジェクトさん、プロジェクトさん の、はい、あの舞台なんですけど、はい、そこでこうあの降臨シリーズっていうシリーズものなんです。その中の一つなんですけど、はい、なんていうのかな、それいろんな結構歴史の時代に沿った話で、はい、今回はちょうど幕末の、私が好きな幕末の、そうなんですよ、もう最高なんですけどそのなんか結構遠い未来、いつだか分からない未来の女の子たちがその、はい、昔のそういう志士さんたちを降臨させて、はいはい、あのそういう反勢力なんか対立してる、はい、対立してる人同士、はい、戦って、そこにいろんな友情やら何やら芽生えてっていうストーリーです。なるほど、難しいんですよね、はあ、難しい、はい、そうですね、言葉で伝えようとするとSF ファンタジーものらしいです。あ、なるほど、難しいです。 SF ファンタジーなるほど、はい、その作品春菜さんのファンにとってこう、うん、一番の見どころ、 ここは見てっていうところ、見どころは、なんかあの、はい、今回の役があの、はい、新選組の五番隊隊長の武田観柳斎っていう役なんですけど、もともとその昔の方なんで男性なんですけど、はい、やっぱり男性を女性が演じるってことなん で、はい、あの普段見れないちょっと男気があるっていうか、あ、なるほど、かっこいい私が多分見れると思います、はい、なるほど、そこは相当見どころですね。ポイントだよポイントということで、まあ、大変恐れ多いんですが、まあ、改めてご出演される舞台について、うん、まあ、詳しい告知の方をお願いしたいと思います。はい、告知します。はい、お願いします。7月11日から7月16日、新宿村ライブにて上演されるアリスインプロジェクトさんの、はい、舞台降臨ハーツに出演させていただきます。このアリスインプロジェクトさんに出演させていただくのが2回目なんですけど、実はで1回目がちょうど初舞台、初めてのお仕事の時で、個人的にね、こう思い入れがある、うん、はい、あの作品でもあるので、
みんな見に来てね見に来てね、見に来てください、ね、本当に本当に春菜さんがそうご出演されてらっしゃるのが星組、うん、星組、うん、はい、月組と星組っていう分かれ て, 分かれ て, てその星の方です、はい、はい、星組の方、そこ大事です、はい、そこ大事です、そこ大事、月に行ってもいないから、はい、星組の星組のご公演をね、はい、チェックを、はい、はい、いや、ありがとうございます、はい、では今回のゲストは春菜珠樹さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。これからも皆さんの応援とともにどんどんお便りお願いいたします。ファックス番号047-303-3974 047-303-3974、 メールアドレスは fmu@fmu.co.jp fmu@fmu.co.jp、 はじめの2府までお待ちしております。はい、いやー、今日は今回春菜さんがゲストでいらっしゃいましたけど、はい、念のためここでもう一回告知をしておきましょうか。はい、春菜さん、お願いします。舞台降臨ハーツということで、はい、こちら、日にちが、7月11日から16日で、新宿村ライブにて、公演ございます、はい、詳しくは降臨村、すみません、降臨ハーツのホームページをご覧いただければということで、はい、お願いいたします。はい、ぜひともね、見てみたいものです。僕も、ね、はい、ちょっと後ほどね話はということで、はい、はい、それでは初めの2府、次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは小林誠也と安田雅史でした。皆さん、最後までお聞きいただき本当にありが本当にありがとうございました